こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、気になりすぎるメニューを食べてみようのコーナーでございまして、本日はみんな大好きバーミヤンさんにやってまいりました。というのも今バーミヤンさんではバーミヤン史上最大餃子の祭典、バーミヤン餃子博覧会というものが開催中でございまして、こちらのメニューですよね、開いてみますとこうきます。はい、もういきなり来ました。具沢山甘辛チゲラーメン水餃子入りというとんでもないメニューがあるんです。これもうさ、チゲスープの中にラーメンが入ってるだけでもう食べたくなってくるのに、餃子はずるい、餃子はダメ押しだよね。今度バーベキューやるから行こうよとか言われて、いやでもその日歯医者行きたいしな、どうしようかな、楽しいな、分かってんだけどなっていう時に、あの子も来るけどって言われて、じゃあ行くってなっちゃう。そのあの子が水餃子の感じ。ただ他のメニューもとにかくすごいんですよ。いろんな種類の餃子がそれぞれのメニューについてるっていう感じなんですかね。これは炙りチャーシューと彩り野菜の柚子塩ラーメン、これにはプリプリエビ蒸し餃子ですって。でダブル炙りチャーシューの醤油豚骨ラーメンには粗挽き肉の黒餃子、海鮮三種の具沢山あんかけラーメンには本格焼き餃子ね。で刺激のコクマ麻婆麺、これ美味しいんだよね。これにも粗挽き肉の黒餃子ついてますね。他にもいろんなご飯系のメニューがありつつ、これ何よ、とろりチーズオン揚げ餃子、中華にチーズの概念が加わってきたっていう珍しいメニューで、これチーズ伸びんのかな、気になるのかなと思いながらこう閉じようとしたらこっちで伸びてんの。ありがとうございます。とりあえず今日は最初に気になりましたこちら注文してみたいと思います。なぜかいつもこれを寿司にこだわっちゃうんですけども、せーの、なんか気持ちいいんだよね押すの。さあやってきました、甘辛チゲラーメンのセットでございます。ご飯もつけました。いかがでしょうか。美味しそうですよね。いろんな具材が中で入り乱れてて、でも一個にまとまってる、調和してるっていう感じ、アートな感じっていうの、こういうの、こういうアートあるよね。とにかく色も多いし美味しそうだよね。いただきます。とはいえまずはやっぱスープからいきたいんですけども、どのくらいの辛さなのか、チゲっていうから一応ね、口当たりが甘辛、甘辛な感じで喉にピリッとくる感じ、もう美味しい、もう美味しい。これ舌の上ではそこまで暴れずに喉にピリッとくるくらいの感じかな。これは美味しいし食べやすいよ。わ、はいはいはい、麺は細麺ね。うわーいいねいいねいいね、あー美味しそう。めちゃうまい。麺は細麺ながらもちもちした食感も感じられるし甘みがありますね。だからピリ辛のチゲスープと合わせた時にまたそれがいいっていう感じ、もう美味しいよこれ、止まんなくなるやつ。ちょっとこれがセミすぎるラーメンだね、セミラーメンだ。この麺がしっかりスープの味を運んできてくれるから、もうねはっきり言ってご飯がもう合うのよ、この麺とご飯が合っちゃうの。やめてほしいんだけど本当は、こっちが思ってる以上に麺とご飯が仲良しになっちゃうからもうしょうがないの、一緒に食べるしかないので、食べた後にスープで追いかけたらもう最高なの、うん、でこの時点で美味しいのにここに水餃子先輩が入ってくるんでしょ、もうほらたっぷり含んでるから美味しいやつをここでこの中で、もうこれ絶対じゃん、もう間違いなく美味しくなっちゃったやつだ。だからこのラーメンのつまの中には野菜がいっぱい入ってたんですけども、唯一なかったお肉の要素を満たしてくれるの、これが、これが来ることによって完全体になっちゃったねっていう感じで、さらにご飯を進ませちゃうっていう罪を犯してますこの水餃子が。いや美味しい。とはいえやっぱりスープかなこれね、この辛すぎなくて誰が食べても全然安心して美味しく食べられるっていう、このスープが全部を丸く収めてるっていう感じがします。だからさ、もしもさこのチゲが辛かった場合の時に備えて、一応ねグレーのシャツ着てきたのよ、汗が染みたらね分かりやすいかなと思って、ただ全然そんな感じじゃない。ごちそうさまでした。というわけで今回のチゲラーメン、程よい辛さでしっかり体が温まる素敵なメニューだったと思います。っていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、コメント欄にまた何の話だよそれってのが来てんだ。
だから紹介しますけれども、レビュールさんからのコメント、パワーゲイザーは A と C じゃなかったですか？だから何の話？